動画をご覧いただきありがとうございます。早坂剛です。今回はあるサイトを紹介したいと思います。僕は普段は地味に工場で働いています。そして隙間時間を利用していろいろやっています。よろしくお願いします。転売、背取りといった物販ビジネスをやっている人なら必ずと言っていいほど利用しているモノレート。このモノレートがなくなってしまったらどうしますか？絶対ないとは言えないですよね。実際の話、アメリカのアマゾンのモノレートはですね、なくなってしまいましたし、なくならないにしてもこれまで通りずっと使い続けることはできないかもしれません。なので今回はですね、モノレートの代わりになるサイトを紹介したいと思います。それはこのジャングルリサーチです。このジャングルリサーチはアマゾンの商品ランキングと価格推移データを表示するサイトです。基本無料で利用できます。メールアドレスとパスワードを入力して会員登録をします。すべての手続きを終わらせれば、ジャングルリサーチ独自のデータから商品の売れ行きのグラフを表示できるようになります。なのでモノレートのですね、グラフが閲覧しにくい時や最悪使えなくなっても大丈夫です。ということで今回は以上となります。ジャングルリサーチを紹介させていただきました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。では失礼します。